髪の雪崩が起きちゃった。公演後は各先生方の評価シートとかアンケートで机の上が占領されちゃいますからね。ロイヤルリテーナーは来場者アンケートの提出率が高かったので特にですね。今回の評価シートの分析は実によくできているな。誰が担当したんだ？あたしとしおりです。今回は先生によって評価する箇所がバラバラだったので、グラフを取り入れて可視化できるよう工夫してみたんですよ。頑張ってソフトの勉強をしたので、もう円グラフも棒グラフもすぐに出せます。うんうん、しおりは学習意欲が高くて助かるね。あきらもそろそろパソコンで分析データを見るくらいはできるようになってほしいな。毎回データを印刷してみるなんて非効率だもん。アキラ先輩はダブルクリックができないんでしたっけ？舞台では何だってできちゃうのに不思議ですよね。であれば練習しましょう。練習、ダブルクリックは気合です。私がいくらでもお付き合いいたしますよ。いずれな。それより評価シートの件だが、これまでは先生方の最終的な評価は脚本なり演出なり一つの分野に集中することが多かった。露骨に話変えるね。まあいいけどさ。だが先ほど八千代の言った通り、ロイヤルリテイナーの評価点はバラバラ、言い換えれば多岐にわたっている。それは良いことですよね。もちろんです。脚本、演出、演技、衣装、美術、どの分野でも高い成果を出したゆえ、どれも甲乙つけがたく評価も自然とばらけたということでしょう。うん、脚本なり何なり一つの要素が高い評価を受けることも大切だけれど、舞台はやっぱり総合芸術。全てが高い水準でまとまって、それぞれに見どころがあれば全体的な完成度もおのずと上がってくるよね。ああ、シークフェルト、そしてエーデルの名に恥じない舞台だった。みんな、よくやったな。アキラさん、ありがとうございます。数が多いのでまだほとんど手をつけられていないんですが、来場者の方が書いてくださったアンケートや感想も今後の励みになるようなものばかりでした。上演後すぐに書くアンケートに再演してほしいって書いてもらえるの本当にありがたいよね。もっとロイヤルリテイナーという舞台が作り出す世界を味わいたいから続編やスピンオフ等が見たいという意見もありましたね。あとそれぞれの役にたくさんファンがついたみたいだね。いっそ握手会とかやっちゃいます？中心による中心のための高貴なる握手会とか言っちゃって。どんな人気スターですか。とはいえ何か記念になるような催しくらいは開いてもいいのかもしれません。記念ですか。例えば打ち上げとかですかね。わあ、それは素晴らしいアイデアですね。さすがしおりです。ねえファン、しおりに対しては褒めのライン低すぎない？そんなことは
ではありません。本当に素晴らしい案だと思ったのです。もともとシークフェルトには公演のたびに打ち上げをする習慣はありませんし。そうですね、すぐ次に公演が控えているときはそちらを優先しますから、打ち上げがないことも珍しくありません。我がシークフェルトはとにもかくにも舞台優先ですからね。しかし今は少し余裕がある時期、ロイヤルリテーナーの打ち上げを行うのはいかがでしょう。アキラさん、ミチルさん、いろいろ妄想して楽しむのはいいけど、今は生徒会のお仕事中だからね。ですね、ちょっとはしゃぎすぎました。そろそろ真面目にやりますか。これは失礼しました。私としたことが熱くなりすぎたようです。今より気持ちを切り替えまして、この龍明ファン、来場者アンケート電子化作業のための人員を集めに行ってまいります。この量は私たちだけの手では追いつきませんしね。あ、人員集めはミチルがやるからいいよ。いいえ、そうはいきません。業務中にはしゃいでしまった反省の意味を込め、粉骨砕身頑張らせていただきます。というわけで行ってきます。あ、待ってください、私もお手伝いに行きます。あー、行っちゃいましたね。行っちゃったね。うん、メイバン先輩、足早いな。すぐ追いかけたはずなのに見失っちゃった。あ、よかった、ようやく追いつけました。というわけで、この後の予定がなければ生徒会室でアンケートの電子化作業をお手伝いいただきたいのです。ご予定が終わりですか？であれば別の方にお願いしますが。皆さん、走り去って行かれましたね。どうしたのでしょう。話している時も妙によそよそしいというか、こちらを避けているような感じでしたよね。エーデルと一緒の部屋にいるのは都合が悪いとも言っていましたし。一体どうされたんでしょう。アキラ、今日はもう見てほしい書類もないから、寮に戻ってくれていいよ。そうか。しかし、もう少し評価シートの比較参照を行いたい。それが終わるまでは居残るつもりだ。ダメダメ。最近働きすぎなんだから。こういう時にしっかり休まないと。そうですね。今日はそろそろ解散としましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ。でもこの前の議事録について聞きたいことがあるから、八千代だけは居残りお願いします。みちる先輩ひどい。私にもできる作業でしたら居残ってお手伝いさせていただきますよ。ありがとう。でも大丈夫、サクッと終わらせるから。メイファンは先に帰ってお風呂の用意だけしておいて。さらっとお風呂当番を押し付けましたね。でも了解です、
頑張ってくださいね、八千代。ではな。よし、全員帰ったね。ふぅ、これでようやく本日最後の仕事に取り掛かれますよ。それにしてもさっきはちょっと焦りましたね。しおりが打ち上げをしようと提案してくるとは。ミチルが注意して収めたの、ファインプレーだったでしょ。はい、助かりました。いやー、さすがの私もドキッとしましたよ。何せサプライズでロイヤルリテイナーの打ち上げを開こうとしてる最中ですからね。本当にね、今回のサプライズ計画は関わってる人数が多いから、どこからバレるかわからないもん。もともとサプライズの話はロイヤルリテイナーを見た生徒から持ちかけられたんでしたっけ。あの舞台に関わったメンバーやエーデルをねぎらうため中心の慰労会を開きたいって。そうそう、ねぎらいの打ち入りをしたいんですっていきなり言われてびっくりしたよね。中心蔵にちなんでそんな言い方するんだもん、乗らないわけにはいかないなって。でもなんで私を計画に引き入れたんですか。私もできればみんなと一緒にサプライズ受けたかったんですけどね。それはね、情報に長けた権威注意を敵に回したままではおちおち悪巧みもできない。であれば味方に引き入れてしまおうと思ってな。第47特殊両兵班の懐刀たるヨシュア中尉にそう言っていただけて光栄ですよ。ノリがいいね、八千代は。じゃなきゃこんなサプライズ計画手伝ったりしませんよ。しかし決行の日までしっかり計画を隠し通せるかちょっと心配ではありますね。うん、みんなサプライズだから絶対知られちゃいけないって緊張してるせいか、ロイヤルリテイナーの舞台メンバー、特にエーデルと話すとき異様に緊張しちゃうみたいなんだよね。ああ、そういえば今日メイファンが生徒会の仕事を手伝ってくれる子を集めに行ったじゃないですか。その時話しかけた子たちの様子がおかしいって随分気にしているようでした。それは困った話だね。八千代、後でメイファンにフォロー入れておいてくれない？一応やっておきますけど、メイファンって鈍いようで実は勘が鋭いんですよ。うまくごまかされてくれるといいんですけどね。だね。これはもう生徒のみんなに感づかれないよう頑張って振る舞ってって言うしかないね。授業中とかエーデルと会うってことが事前に分かってる場ならうまくやり過ごせているみたいなんですが、今日みたいに突然話しかけられたら焦って普通じゃいられなくなるんでしょうね。みんな持ち前の演技力を生かしてほしいものなんだけれど。いやいや、そんなに謝らなくてもいいよ。遅れたって言っても数分だし、アキラたちが帰ったのだってついさっきだしね。それじゃあ今日はロイヤルリテイナーの打ち上げでどんなことをするか本格的に詰めていこうか。今回から打ち合わせに出ることになった鶴姫八千代でーす。サプライズを仕掛けられたかったのに、ミチル先輩に仕掛け人の方に引き入れられた不幸なエーデルですよ。根に持つね、八千代。当然です。ミチル先輩をチクチク攻撃できるような材料が手に入ることなんてめったにないですから。
それよりサプライズで打ち上げしたいって計画をみちる先輩に持ちかけたのはあなたたちなんだよね。いいアイデア出してくれるの期待してるからね。もしかしてメイファンが言ってた様子がちょっと変だった生徒？メイファンすごいね。まさかサプライズの発起人にピンポイントで話しかけるなんて。さすがにサプライズどうこうってのは気づいてないと思うけど、妙だなって思うくらいはしてるんじゃないかな。私の方でフォローを入れるつもりではあるけど、うまくごまかされてくれるかは微妙ですね。さあ、反省会はここまでにして、お願いしてた行動の使用許可は取れた？うんうん、素晴らしい。期待通りの成果を上げてくれたね。わあ、これ私いる意味あります？みんな超仕事できて手際もいいですけど。まあ一応ね、流れとかは知っておいた方がいいでしょ。それにしてもなんで行動の使用許可をあの子たちに取りに行かせたんですか？みちる先輩が行けば許可はもちろん、飲食どっちも OK にできたんじゃないですか？そうだね。でも何でもかんでもみちるがやっちゃ意味ないでしょ。もしかしてこのサプライズ打ち上げですら下級生育成のための機会として利用しようとしてます？あは怖いんで、否定か肯定かどっちかくらいはしてくれません？ごめんごめん、でも育成なんてそんな立派なものじゃないよ。ただみんなにはやりたいって思ったことを実際にやれるような人間になってほしいと思ってるだけ。受け身でいるだけじゃ一生輝けない。スターになんてなれないから。そうですね、舞台に立ちトップスターとしてポジションゼロに立てるのは一人だけ。その事実はどうしたって変えられません。でもその舞台とそれを構成する要素はみんなで作り上げていくものだから。サプライズの計画は先生たちから見ればお遊びに見えるかもしれないけど、それを学ぶ一つの機会になるとは思うんだよね。そうですね、私たちは舞台に生かされてる。でもその舞台を作ってるのは誰か、それだけは絶対に忘れちゃいけないですね。そう、アキラも口にはしないけれど、一度だって忘れたことはないはずだよ。舞台には常に人の支えがあることを、王として頂点に立つものだからこそ知ってる。そんなアキラ先輩だからみんな厳しくともついていこうと思えるんでしょうね。うん、そうだね。きっと
そうなんだと思う。みんな元気がいいね。それじゃあ頑張って打ち合わせを進めようか。メイファン先輩、具合でも悪いんでしょうか。さっきからずっとうなられていますが。メイファン、体調不良ならすぐに部屋に行ってベッドに入れ。自己管理をするのもエーデルの仕事のうちだ。具合が悪いわけではないのです。ただあることが引っかかって悩んでいるだけで。もしかして今日廊下で会った高等部の生徒の方のことですか？さすがしおり、大正解です。妙によそよそしい態度を取られたという話だな。そんな小さなことをいつまで気にしている。多少驚きはしましたが、彼女たちの態度自体は問題ではないのです。ただ私はあの件をきっかけにあることに気づいてしまったのですよ。あること？なんだそれは。よくぞ聞いてくださいました、アキラさん。公演後はいつも先輩後輩問わずに皆さん熱心に舞台の感想を伝えてくださいます。時には手紙までくださることも。はい、とても嬉しい心遣いですよね。いただいたお手紙は誰も大切に保存しています。ご感想をいただくことで自分の演技に対する解釈や理解の幅が広がりますし。そうです、好意が嬉しいだけでなく舞台のための貴重な糧となる。ですが今回のロイヤルリテイナーは一通の手紙も一言の感想も直接伝えていただけていないのです。な、言われてみればそうですね。その原因は何か私は考えました。偶然？いや、突然パタッと途絶えるなんてありえない。となるとロイヤルリテイナーが見ている人たちに響かない舞台だった。でも評価シートの分析を見るに舞台自体は高評価、来場者アンケートにも好意的な感想が多くありました。となると考えられる可能性は、我々エーデルの求心力が落ちた、そうとしか考えられないのです。メイファン先輩、たくましい妄想力だな。アキラさん、これは大変なことです。生徒たちの心がこれ以上エーデルから離れないようにしなければ。こういう時は交流の場を持つのが一番ですよね。八千代の言っていた通り握手会を開きましょうか。いや、いっそ記念撮影会を開きますか。さらにもう一声、フォークダンス大会というのも。フォークダンスですか。しおり、何かおかしかったでしょうか。すみません、今のメイファン先輩の姿を見ていると舞台上のフーの姿が思い出されて。まったく、早合点して一人で突っ走るところがそっくりだな。それにさっきの提案は何だ。誰がエーデルとの握手会など喜ぶ。私はアキラさんと握手したり写真を撮ったりできると嬉しいですよ。フォークダンスだってチャンスがあるならぜひアキラさんと一緒に踊りたいです。メイファン先輩の願望は一
旦置いておいて。生徒の皆さんがよそよそしい理由は何なのでしょう。放っておけば、いずれわかる時が来るだろう。なぜですか、アキラさん。風緑のふりをするヒルアンドンはクラウス隊員だけで結構ですよ。俺に期待しても無駄なことは分かっているだろう。そういう相談事はヨシュアにすることだな。うむ、アキラさんが動かないなら私としおりが調査をします。私もですか。名探偵リュウ・メイファンとその助手しおりが全てを解明してみせますよ。勝手にしろ。だが平日は授業とレッスン、生徒会の仕事がある。遊ぶなら週末の自由時間を使うように。遊びではなく調査です。ただ舞台と学校生活が最優先ですからね。しおり、調査開始は今週末からです。さあ時は来ました。お昼ご飯も食べましたし、調査に出かけますよ。しおり、報酬として3時のおやつにはとびきり美味しいものを食べさせてあげましょう。わかりました。私も真相が気になりますし、お供させていただきます。アキラさんはどうしますか。名探偵は譲れませんが、ライバルの警視ポジションなら空いていますよ。お前たち二人で行け。残念です。できればアキラさんにもご協力いただきたかったのですが、しおりがいれば百人力であることも事実。二人でこの事件の謎を解き明かします。はいはーい、新作公演名探偵リュウ・メイファンはそこまでです。みんなにはこれから来てほしい場所があるんだよね。あ、でもその前にこれに着替えてもらえるかな。これはロイヤルリテイナーの衣装ですか。ようやくか。アキラさん、何か知っているんですか。し、アキラ、ネタバレ厳禁。全部見てからのお楽しみだよ。はい、目的地はここ、講堂です。どうして衣装を着てここに。今日は全校集会などの予定はありませんよね。入ればわかるよ。ほらほら。中心の慰労会と書かれた垂れ幕が設置されています。まさかここは。何か企んでいるとは思っていたが、打ち上げだったか。もう生徒有志によるせっかくのサプライズなんだよ。もうちょっと驚いてくれてもいいでしょ。やっぱアキラ先輩には気づかれてましたか。あの、アキラさんは納得されているようですが、私は何が何やらで。実はね、ロイヤルリテイナーの公演成功をお祝いしてサプライズで打ち上げを開けないかって生徒たちから相談を持ちかけられたので、面白そうだからミチルと野鳥も混ざって実現のお手伝いをしたってわけ。
私は半ば強制的に仲間に引き入れられましたけどね。もしかしてこの計画があったから皆さんエーデルと距離を取られていたのですか？ご明察。助手の方がいい推理力持ってるみたいだね、メイファン。このサプライズはエーデルだけじゃなくて、ロイヤルリテーナーの舞台に関わったメンバー全員に向けてのもの。でも特にエーデルにはバレちゃいけないと思って、みんな毎日ハラハラドキドキしてたみたいだよ。さて、エーデルが到着したことでロイヤルリテーナーの舞台を作ったメンバーが全員揃いました。ミチル先輩、いえ、ヨシュア中尉、挨拶をお願いしてもいいですか？ごん、君たちの計画的な行動により見事彼女らにねぎらいの討ち入れを果たすことができた。第47特殊良兵班の副班長としてこれを誇りに思う。これほどの艦隊を持って迎えられるとは自分は予想もしていなかった。処刑に感謝の意を表する。ねぎらいの討ち入りとはしてやられてしまったが、たまにはこういうのも悪くはないものだ。みんないつか僕のことも騙してね。たまにはやられる側の気分も味わいたいからさ。それじゃあ最後にクラス、いいかな？いや、せっかくの機会だ。ここは私自身の言葉を語らせてもらおう。シェイクフェルトの門を一度くぐったからには舞台に立っていなくとも意思は一つ。全てを舞台の糧とし血肉とする。そうやって積み上げられ作り上げられた舞台の上に我々エーデルは立っている。諸君らの献身的な行動によってエーデルという名が持つ責任や意味を今一度考えさせられた。これからもかけがえのない中心たちの熱意を背負うにふさわしいエーデルでいることを誓おう。堅苦しい挨拶はここまでにして、楽しい楽しい打ち上げを始めようか。今日のために作ってもらった特製のドリンクがたくさんありますよ。おー、これは美味しそうです。乾杯の温度はどなたが取られるのでしょう？ミチル、頼んだ。え、そんないいところもらっちゃっていいの？打ち上げの計画を手伝ったと言っていたが、どうせ途中からお前が中心になって動かしていたんだろう。乾杯は主催の役目だ。ほら、グラスを持て。王からの命令ってことじゃ仕方ないな。では、僭越ながら。ロイヤルリテーナーの公演成功を祝して。素晴らしい回でした。まだ感動が冷めません。メイファンもたくさん話しかけられてたもんね。交流できてよかったじゃん。はい、シークフェルトの皆さんとの絆を深く感じることができて本当に幸せでした。メイファン先輩、皆さんの様子がおかしいと気にされていましたから、ひとしおですよね。はいはい、まだサプライズは終わってないよ。どういうことだ？あ、そうでした。
これですね、ミチル先輩。じゃーん、フミさんからのお花です。お姉ちゃんから。フミもロイヤルリテーナーの公演をこっそり見に来てたみたい。シークフェルトに気を使って、完全に一般のお客さんとしてね。学生演劇界隈では大ニュースでしたもんね。クオン・レイナの脚本でシークフェルトが公演するって。なるほど。それで今回の話を八千代が流して、祝電代わりにその花束が届いたと。フミさんらしい素晴らしいお心遣いです。すごく大きなお花ですね。早速飾りましょう。メイファン落ち着いて。フミ、ロイヤルリテーナー公演は語り尽くせないほど感動したって言ってたから、その思いが反映されてるのかもね。お姉ちゃん、そんな風に見ていてくれたんだ。しおりには手紙も預かってるから、はい、どうぞ。ありがとうございます。寮に戻ってゆっくり読みます。ミチルたちには今度会った時にたっぷり感想を伝えるって言われてるよ。楽しみだね。フミに会った時、ふぬけたと言わせないよう。みんな、明日からはまた稽古に励むぞ。